ソロ23号ソロ、ドジャース11位3、ヤンキース、日時間9日、ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が8日、日時間9日、4度コロチで行われたドジャース戦で、1試合2発となる23号を放った。3回に、左中間へ22号ソロ、9回には、右翼席へ23号ソロを叩き込んだ。2位に3差をつけて、ア・リーグリーダー王争いのトップを走っている。怪物のバットが止まらない。1点ビハインドの3回、相手先発ストーンから左中間へ、ライナーで運んだ。打球速度 108.1 マイル、約174キロ、飛距離386フィート、約 117.6 メートル、角度19度の一発だった。9点差とされた9回の第5打席では、ヤーブローから右翼スタンドへ叩き込んだ。打球速度は 105.2 マイル、約 169.3 キロ、飛距離379フィート、約 115.5 メートル、角度は35度だった。昨年まで同リーグのライバルとして、しのぎを削った大谷翔平投手の前で1試合2発と、その打棒を見せつけた。ジャッジは試合前の時点で61試合に出場し、打率294、オプス 1.091。この日の一発を入れて、シーズン162試合に換算すると56発ペースとなっている。フルカウント編集部。